よいしょ、タオンギミダ。はい、今日はどこどこでのでの調子を勉強します。では、えーそ、うえーそうと話します。じゃあ、例文を見てみましょう。学校で、発教へそ、発教へそ、病院で、病院んおねそ、ぴょんおそ、ぴょんおねそになりますね。連音します。次。 郵便局で、うちぐけそ、うちぐけそ、ここも連音します。注意しましょう。けそ、なります。はい、最後。駅でーー、よげそ、よげそ、連音しますね。発音に注意しましょう。では、次回は例文を見ていきます。では、学校で勉強しました。発表へと、こんぶへっさよ。 학교에서 공부했어요. 학교에 병원에서 友達に会いました. 병원에서 친구를 만났어요. 병원에서 친구를 만났어요. 駅で遊びました.역에어요 역에서 놀았어요. メールマガを登録してくださった皆様に今日やった内容のテキストを配布していますぜひ登録してください無料ですえ、そして今日やった内容いいと思ったらぜひいいねを押してくださいいいと思ったらチャンネル登録してください